D 曲巨人チャンネルチャンネル登録者が3万名様を達成しました。イエーイ。いやー、これでやっと3万人って胸張る。 T ひろ巨人チャンネル今年で開設5年目を迎えますが、去年の2万人達成と比べるとちょっとペースが落ちて、去年こそ超速 GP で盛り上がった時期もあったんですけど、今年はなかなかそうはうまくいかなくて、そのやっぱりコロナの自粛とかがあってイベントが開催できないとか、正直言ってなかなかミニ四駆の活動するには厳しい状況となってます。まあそういう状況でもありがたいことにリモートレースだったりニューズカップにも参加したりして、そこで一つ視聴者様と交流できてよかったなと思ってます。あとは今年になって変わったことっていうと、事務所を借りたこと、その上にロフトがあってコース敷きっぱなしにしてるんですけど、そこでミニ四駆の検証ができたり、今年の5月には EDM が開業してそこが活動拠点になって、つい最近だとモノグリーンさんとコラボできたり、こんな状況ではありますけどとりあえずなんとかやっていってます。今後の活動ですけど、まあ相変わらずミニ四駆マスターを目指して改造や検証だったり続けてやっていくことと、あとはできることであればジャパンカップに出たい。なかなかレース動画が撮れてないので、今後イベント等あれば参加していきたいなとは思ってます。今後とも T ひろ巨 B チャンネルミニ四駆マスターをどうぞよろしくお願いします。はい、本日の動画以上となります。もしこの番組を気に入っていただけた方は、ぜひともグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。はい、以上 T ひろきチャンネル登録者3万名様達成でした。 T ひろきホビーチャンネルチャンネル登録者3万人を記念して応募者全員サービスをやっております。クラウドファンディングキャンプファイヤーにご支援いただいた方を対象にチャンネル記念ステッカーをプレゼント。各金額に合わせてステッカーを用意しましたので、ご応募いただける方はぜひ概要欄をご覧ください。ここであらかじめお詫びしなければならないこととして、クラウドファンディングキャンプファイヤーは日本国内のサイトになります。基本的には日本語での対応ができる方と、日本国内に住所をお持ちの方が応募できます。応募方法につきましては、キャンプファイヤーに登録した後プロジェクトを支援する、リターンを選択するで応募することができます。当初金額に応じて決まった枚数のリターンを考えていましたが、応募本数に応じてそれだけのステッカーを用意したいと思います。例えですが、支援金額500円から999円の方には記念ステッカー1枚を予定してましたが、500円の支援金2口でステッカー2枚を差し上げます。また支援金1000円から4999円の方にはステッカー3種類をプレゼントの予定でしたが、これも1000円2口で2セットプレゼントしたいと思います。すでに支援いただいた方で複数口支援いただいた方には改めてご連絡いたします。今回のプロジェクト目標金額60万円となっておりますが、目標に達しない場合でもプロジェクトは実行されます。ご支援いただいた方に必ず届く記念ステッカー、ぜひ応募してみてください。あとはね、山中さんについてなんですけど、皆さん心配されてると思うんで報告しますと、一応元気でやってます。ただ僕ですら事の詳細がよく分かってなくて、それについては何も話せることがないんですけど、まあただね、こればっかりは個人のプライベートな話なので憶測であれこれ言うのはやめてほしい。まあそりゃさ、僕だって付き合い長いし山中さんの肩持つけど、彼はね結構ナイーブなのよ。それこそクラウドファンディングの宣伝当然ながら山中さんにも頼んだし、動画出してほしいところなんだけど、
まあちょっと周りが騒いじゃったもんだからタイミング失ったよね。まあ今後彼はどうするのか僕には分かんないけど、もし復帰した際にはね、少しばかりでもいいから温かい声援を送ってやってください。これからも T ひろきホビーチャンネルと三中クロニクル、どうぞよろしくお願いします。